皆さんおはようございます。弱小底辺 YouTuber ぶっちゃけ丸です。ということでね、本日、嘘も100回言えば真実になる、まあ、これについてねお話をしてみたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。まあね、これね、嘘もね100回言えば真実になるっていうとね、ナチスのねヨーゼフ・ゲッペルスによるねプロパガンダを語るときにねよくこう引き合いに出されるねフレーズなんですけども、まあ、これはですね、要は嘘の情報も、ずっとね聞いてると、まあそのだんだんね本当に思えてきてですね、いつの間にかそれが真実だというふうにね思われるというようなね意味合いで使われます。まあ心理学的にはね、こういったことをね単純接触効果などによってですね、正しい内容とは異なる間違ったものや大げさな内容を正しいと思いに至ってしまう心理の錯誤効果と呼ばれるものですね。まあ、政治家が大衆の前でね何度も同じ演説を行うことで内容を信じ込ませたりね、名称これでもかと連呼するね商品コマーシャルとかですね、そういったものにね用いられる手法ですということでね、まあ、確かに選挙の時にね、まあ、一番効果があるのが、まあ自分の名前を連呼するということでね、やっぱ名前をね覚えてもらわないと当然ですけども、投票用紙に名前書いてもらえないわけですから、まあいろいろ公約とかね考え方とかね、まあ、演説で語ることも大事なんですけど、まずは名前を覚えてもらうということで名前をよくね連呼してる、まあ、選挙官がね選挙期間中よくね見受けられるんじゃないかと思います。それでですね、まあ実際じゃあ本当にね、まあ嘘のね、情報をね100回聞いたら本当だってみんな思うのかっていうね、まあ単純な疑問っていうのがねこれあると思うんですけども、まあ実際実験してみるとね意外とそうでもないっていうのがあるんですね。まあ例えばなんですけども、こう太平洋は地球で最も大きな海洋であるという質問はね、まあ知られている方のねグループにね、そして実際には間違っている大西洋は地球で最も大きな海洋であるというね質問はね知られてないのグループに分けて実験の参加者に出題してね回答を集めたんですけども、ここでの結果からね、知られてないグループの質問ほどね心理の錯誤効果が強く現れていたとのこと。これはねつまりね、何を言ってるかというと、事前に知識があるとねやっぱり誤った内容を何回繰り返しで聞かしてもですね、その人の判断には影響を与えないということでね、まあ太平洋と大西洋ね、まあ確かに太平洋の方が大きいっていうのは常識なんですけども、まあ中にはねそれが分からないという人たちもいるので、まあ分からない人たちに、大西洋の方が広いですよっていうことをね何回も何回も言ってるとね、大西洋の方がまあね、まあ、太平洋よりも大きな日本世界で一番大きな海であるというふうなね、まあ誤った、ね、事実を、認識しまうということですね。ただこれですね、まあこの研究ではですね、実はね、まあ誤りか正しいかのね、正誤だけでなくてですね、正しさを6段階に評価させるスタイルのね、実験も並行して実施してます。その結果ですね、繰り返して情報を与えることでね、6段階判定ですね、の結果が高くなり、正しいとね、認識される傾向が強くなるということも分かったということですね。まあこの結果からですね、たとえ実際の内容が正しくても間違っていても、知られていてもいなくても、繰り返しね情報を与えることで人はねその内容を信じるようになる傾向があることは明らかだということでね、知られているということになると思います。ということで、こういう結果をですね受けて、まあ、大事な点というのは何かなということなんですけども、まあまあ、心理学的にねな観点から言えば、やっぱり実際の数字を見ることがね重要になってくるということですね。この研究で明らかになった通り、答えが正しい内容だった時に最もね大きな影響が現れるということでありね、まあ、いくら繰り返しね、まあ例えば嘘をね100回言ったところでね、正しいことは影響を受けないと指摘して、実際にはねもうそのたとえ繰り返しがねあっ
ったとしてもなかったとしても、人は間違いらしきものよりもね、正しいと思うことを信じるものであることを述べているということになります。まあ、ここからですね、繰り返す行為は人に真実であると信じさせる力はありますけども、元から持っている知識をね、上回って、そのね、正しいともう分かってるよっていう知識を上書きしてね、間違った、情報がですね、真実であるというようなね、書き換えるということはできないということがね、まあ、この研究結果では明らかになったんじゃないかなというふうに思われます。まあ、確かに考えてみたらね、その嘘を100回言ったら真実になっちゃうっていう、こういうことでね、話を聞いただけでその通りだなんてねなってしまったんだよ、世の中ね、めちゃくちゃなことになっちゃうわけですからね。まあ、実際はそんなことはないと、まあ、ですから、なんか実際は根拠とか証拠とか、まあ、あるいはですけども、ご自身で調べてみてね、何が正しくて何が間違ってるかみたいなものをね、自分で調査してですね、それで自分で判断するというふうなね、人がほとんどですから、まあ、正しいっぽい気はするなぐらいな感じの効果あってもね、まあ明らかに、嘘もね、100回言えば真実になるというのはちょっと誤りであるということですね。しかし、同時にね、人々はね、推理論理的思考の力で、まあ、答えを導く能力を持っているんだけども、それにはね、限界がある、まあ、こういったこともね、知っておくことが重要だと言えるんじゃないでしょうか。やはりそうは言っても、やっぱ錯覚とかね、思い込みとかね、その人のまあ価値観もありますし、まあ、認知、ね、する時のその歪みとかね、ご自身の心理状態、こんなものもね、影響すると思います。ですから常にね、まあ、実際の数字を見ることが重要だ、まあ、これはね、何を言ってるかというと、根拠や証拠、ね、そういったものが、その主観的主張されてる人の話が、まあ、の真偽をね、確認する上では一番重要になってくるのは客観的根拠ですよということになると思いますので、ネットでね、いろんなこうね、デマ情報とかね、流れていたり、あるいはですけども、まあ、虚言扇動みたいなことをね、してくる人間もいますけども、まあね、そういったことをね、100遍見ようが200遍見ようがね、まあ、1万回仮に見ようがね、ちゃんとした知識を持ってれば、そういったことにね、騙されることもね、なければですね、その自分が真実だと認識していることがね、まあ、書き換えられるということもないということね、お話しさせてもらいました。まあ、本日もね、動画のご視聴いただきましてありがとうございました。失礼します。